運動連鎖センタリングコアアプローチということで講義とそして実技と理論を説明していきたいと思いますで呼吸とのカップリングモーションが非常に重要になってきますのでまず息を吸いますね吸った時に骨盤が後傾してそして 見えにくいですが腸骨が開いて座骨が実は若干閉じていきます実際にちょっと多動的に動かしていくことで内転のこの斜頭繊維という繊維があります斜めの繊維を多動的にちょっと動かしていってその時に立方骨そのものが動いてくるかというのを見ていきます